フリードリヒ3世は、第8代プロイセン王、第2代ドイツ皇帝。自由主義者で国民には、我らがフリッツと呼ばれて親しまれたが、父ビルヘルム1世とビスマルクには疎んじられ、政治的影響力を持つことはなかった。在位わずか3ヶ月で死去したため、100日皇帝とも、あだなされる。1831年10月18日。 ビルヘルム一世とその日アウグスタとの間に生まれた。ポツダムの新宮殿内ではフローリオーと呼ばれていた。両親は互いに正反対の性格だが、父ビルヘルム一世の軍人らしい出実合拳が、気質と母、アウグスタの貴族的で洗練された性格の両方をフリードリヒは受け継いでいた。フリードリヒは母の勧めで、ボン大学で歴史学、文学、 法学を学んだ。一方、父は軍務を敷いて、法園・ツォレルン家の伝統で、第一軍司令官大、モルト家の下で、王朝伝統の軍事学を若い頃から学ばせた。彼はそのどちらからもよく学んでいる。そのため、非常に優秀で、英語とフランス語に堪能であり、ラテンの歴史学、地理学、物理学、宗教学、音楽にも詳しかった。 イギリス王女ビクトリアとの婚礼1851年、モルト家の助言に従って、ロンドンの万国博覧会に赴き、そこで、ビクトリア女王の長女で、ビッキーの愛称で呼ばれた、ビクトリア王女と知り合った。1858年1月25日、陸軍中将になっていたフリードリヒとビッキーは、ベルリンで結婚した。二人は、ビルヘルムにセイラ全部で8人の子を設けた。 1862年、保守的なビルヘルム一世が軍の指導権に関する問題で議会の反対に遭い、フリードリヒへの上位を望む声が高まった。フリードリヒは、非、ビッキーの影響もあって、自由主義的だと広く知られていたためだった。しかし、法は、中仏大使ビスマルクを最小とし、その手腕を借りて議会の反対を乗り切ったため、フリードリヒは、王大使の位に止まった。 セダンの戦いにおける王太子フリードリヒ・フリードリヒは、その平和主義にもかかわらず、軍人としての有能さを示し、1866年の広島戦争における、ケーニヒグレーツの戦いや、1871年の不仏戦争におけるセダンの戦いでは、プロイセンの勝利のために、重要な役割を果たした。広島戦争の際には、プールルメリット勲章戦功渉。 不服戦争の際には大鉄十字章を除勲している。政治的な影響力を行使することはあまりなかったが、対立していたビスマルクのドイツ統一政策盛り返し、定位につくことをシブルフ・オービル・ヘルム一斉にドイツ皇帝としての体感を進めている。頭が癌の治療を受けるフリードリヒ国民は自由主義的で有能な皇太子に期待を寄せ、親しみを込めて、 我らがフリッツと呼んでいた。しかし、ビルヘルム一世が長寿であったために、フリードリヒもまた1888年3月9日に即位した時は56歳と高齢で、当時としては老人の息であった。しかも前年に発症した高頭癌に蝕まれていたにもかかわらず、義母であるビクトリア女王が差し向けた、イギリスの医師団と地元プロセンの宮廷医師団との、 勢力争いによって、神帝フリードリヒ三世は適切な治療を受けることができなかった。イギリス医学とドイツ医学の確執は、西洋文明を取り入れ近代化を急ぐ、同時代の日本でも問題になっていたことであったが、英国の両医師団の小競り合いの間にも、彼の病状は進み、また政治的にもなんだなすところがなかった。1888年6月15日、 即位からわずか99日で崩御し、信仰大使ビルヘルムが、ビルヘルム二世として、後を継いだ。フリードリヒ一家妃のビクトリアとの間には、以下の4男4女が生まれた。ウィキメディアコモンズには、フリードリヒ三世に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。